始まりました、パシピーの時間でございます。来た。今回も MSS プレートがこのすごいホラーに挑戦していきたいと思います。私が FB37 です。マットです。そして全く怖がってないキックマークスです。よです。最初にこんなおどおどしくしてるのに始まったら何も怖がってないってどうかイエーイというわけでやっていきましょう。よし、ノウハウがある。とりあえず地下に行こう。まず地下に行く。ここで一回地下に行ってたから、そのね、燃やす場所もあんちゃうの。この地下とはまた別の地下ってことでしょ。多分地下室の鍵で。ああ、そうか、地下の鍵でここ、こっとこは開けれるようになるのか。おそらくだけど。なるほどね。そこに燃やす場所がもしかしたらあるのかじゃ。かんねえ。とりあえずこの地下には何もなかったんだよな。鍵が一個なかったっけ。あ、印ついた人形。あれ、キャラ変わったな。あ、キャラ変わった？ゴリラ、な、このゴリラ誰？これ俺だ。俺ゴリラみたいになったわ。ゴリラ。俺は？俺何？なんで俺だけ帽子かぶってんの？めっちゃ紳士みたいのいる。とりあえず鍵どこにあったか全員教えろ。いや覚えてねえよ。覚えてねえだ。鍵一番取ってたのはエオイじゃないの？そうだな。でも覚えてない。覚えてねえ。いや、地下はマジで最後に来るっぽいな、これ。なんもねえもん。ああ、重いた。最初サービスタイムだから、今のうちにどんどん。そうだね、いや、ほんとに。お触りにするなら今のうちだぞ。え、そういうこと。鍵、まず1個、ゲッツ。広間。はい、じゃあ広間のどんどん開けてって。で、寝室鍵はどこだったっけ？なんかアロマが。一回そうね、アロマが見つけてて、ね、あれどこだろうな。あれ多分広間で、広間の鍵で一回開けないといけないんじゃないかな。1個開けたとこに入ってます。今ここ広間の鍵。おい、カチカチよろしく。あげてこっち、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 あ、いた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 。みんな集まってます。みんな集まれ。どこだ。ペンギン村に。よし、ペンギン村開いた。あ、この辺のとね、こっちの奥じゃなかったっけ。お、ほんとに確かに。すげえ記憶力だ。1階か2階だったような気がする。ここ、ここ、ここ。あった、ここだ。ナイス。お前じゃない。早い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 。寝室の鍵。これ鍵開けてた。いや、鍵持ってる人やられたらどうなんだろう。あのね、下に落ちる。そう、さっき落としてたわ。あ、そういうこと。うん、あ、ここだ。よし、上行くぞ。オッケー。上結構開けるとこあったよな。あれ、さっき寝室の鍵の次何開けたっけ。何も開けてない。何も開けてない。あ、そこで、そう、今ストップ。じゃあ、あ、あー、まずい、来るぞ。ここ、あ、ここ寝室の鍵開けれる。ベランダ出たところ。ベランダ出たところ。うん、あ、そこ、ちょうどそこの部屋に俺いるぜ。あ、そうなの。あ、それ開けて、その隣。はい、よしよしよし、とりあえず。あ、ここ初めて来たのに。いや、初めてじゃない。いや、ここ来た、一回来た。やばい。あ、人形とかめっちゃあるよ、ここ。ああ、人形持った。人形持ってる。さっきどこ開けれるって言ったんだ。いやー、わかんないなー。似てるからね。あ、寝室だぞ、ここ。おー、いいぞ、いいぞ。よーし。か、あの、ライトよろしく。結構ね、でかいところだよ。これ怪しいわ。こっち。あ、そっち行く。あ、いた。で、エオのとこも開けれるっぽいから、エオのとこも行ってあげて。わかった。うん。今、エオ完全に無視されてるから。ただ、ここ、この辺からやつの鳴き声が聞こえるの。ほんとだ。儀式は死者のためにして少女を2体の人形に移していただって。よくわかんない。あいつめっちゃ近くにいない、今。なんかいるかも。あ、こっち寝室開けるよ、キック。つまりどういうことやろ、アルマ。ここ見たわ。あ、わかんないってことだな。あー、来てた。やばい、俺を。あ、やばい、あ、逃げろ、逃げろ。あ、なんかあいつ人形持ってる、手に。ほんとだ。何やってんの。あ、俺の人形取られたわ。あ、やっぱ自動的になるんだ。そうなんだ。あ、そういうことだわ。なるほど。人形だから持っといて、そうだね。印がついてない人形を持ってると一回身代わりになるんだ。印ついてるとどうなの。印ついてる人形は燃やさないといけない。そう、燃やさなきゃいけない。複雑回帰。さっきこっち行ったな。あとは鍵だ、鍵。フリートあるもん。結局何もなかった。今のところ特に。諦めるな。諦めるねえ、諦めるねえ。はまった。はまった、はまった。動けない。あいつはもうダメだ。ダメだ、動けない。あいつダメだ。あいつ
そこ俺もハマったで。お前ここどうやって抜けた？ジャンプしまくってれば抜けるぞ。わあ、あいつ肝心な鍵持ってるのに。確かに。もうやられるしかないんじゃない、あいつ。必死、必死。AV どっち方向に向かってに抜けた？いや、あとそのジャンプしまくるんじゃなくて、なんか、そうそう、逆逆。え？そのまず一回登ってそこら辺に。うん。そこから、こういってこうとか、あー抜けた、やった、そう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 、うわやっとクリアした。そこやばいよ、絶対何人もハマってるぞ。ちょっと鍵見つかんないよ。屋根裏部屋もしかしたらなんかある。うわー、来てる。あー来る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 、近い。しかも俺かな。どこだあいつ、来るな。来い、なんか俺の近くにいるような気がする。また寝室の鍵だ、ここ。よし、あ、え、え、え、あるま、どこ、いいぞ、あるま、どこ、上なんもね。はい、あ、いた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 。どれ、これ？いいぞ。こっちもこっちも。あ、キーだー！オッケー！屋根裏部屋！あ、危ない、逃げろ！あ、オッケーオッケーオッケー、人形のおかげで。人形だ。よし、人形すぐその近くに1個落ちてるから。あ、今拾った。よーし、よしよし、屋根、上だ、上上上。上に行く階段。これ下。あ、上だ、これ。あったー。こっちに。部屋あります。屋根…カチカチしてます。どこ？屋根裏だよね。屋根裏です。カチカチうるさいよ、あんた。カチカチやる、どこにいる？カチカチ全然見当たんないよ、絵を。タヌキさんいねえ。そう…あ、いた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 、タヌキさんいた。どこだよ。ここここ。よっしゃ。わあ、人形だらけだ。わあ、すごい、すごい人間脱出してった。あ、キーだ。よっしゃ、地下だ。来た。お、もうこれ地下行けばいい。オッケーオッケーオッケー、行こう。近い。これけど人形を燃やさないといけないから、今の探さないといけないのかな。あ、そういうことか。なるほど、やっぱそうだ。だからこれ鍵全部開けてから始まりみたいなもんだ。1匹ゲットしたぞ。オッケーオッケー、とりあえず燃やす準備しとこう。え、じゃあ捕まえた方がいい？いや、まあとりあえず一回下、あ、とりあえず地下室開けて、うん、もうあの燃やす場所をとにかく確認しよう。うん、そうだんす、そうだんす。早くキックン、早く。あ、やべえ、覚醒した。特にキックンやばいぞ、今。ああ、今下、1回。いや、俺だ！逃げる。ここでぐるぐる回ってるぞ、俺は。あ、地下来た。そうか、よし、いいぞ。地下開けた。 俺狙われてるから、今のうちにやってくれ。あ、やべえ。俺、あれ？あ、身代わりになってる。俺の人形取られたわ。ここ、ここ、ここも開けて。どこだ？こっち。あ、すげえ、バックステップで階段登ってこいつ。これじゃない？あ、マッチだ。え、これどうすんの？え、やばい、人形焼いた。あと、8つの人形残ってる。だってよし、どんどん焼いてけ。オイラ、これ1個燃えるまで。おお、やられたわ。ちょっと地下まだ開けれる場所あるから。あ、燃やした、もう1個。オッケーオッケーオッケー。あと薪も、巻き、下に結構ある。ここにあった。ね、人形多分上の方にめっちゃいるわ、あいつら。でも、まあ、あそこで解き放たれたからな。すべてを解き放つ。火は洗浄剤のように使うことができる。ね、1階に1個ある。何？あ、2個ある、2個、2個、2個集まってきた、ここに。どこ？ なぜ白黒の床のところ。あ、そうか。あ、1匹どこ行っちゃった。あ、やべえ。うなってる、うなってる、うなってる、うなってる。どこにいる？今カチカチしてます。あ、これ来るぞ。あ、待ってよ。いや、でもまだうなってないでしょ。いや、うなってるうなってる。あ、身代わり地蔵一応持ってこ。あ、俺も身代わり持ってこ。いい、ね、あそこか。あ、早い、人形早い、見えない。あ、やった、一匹捕まえた。よっしゃ、俺今燃やしに行ってくる。ちょっと引きつけてるから。よっしゃ、燃やした。あ、来た。あー、やっぱ燃やすとあいつ凶暴化するんだな。あれ、そっち行ったぞ。どこ？あ、来た。いやいや、ほんと早っ。早い早い早い。え、早くなった？スピードアップ B だ。うわ、速攻に身を取られた。やべえ。あと俺は地下に行けない。未だにマップが全く把握できてる。嘘でしょ。頭おかしいんじゃないの。あった、地下だ。戻るのってどうやってやるんだろうね。あの、さっきのところにいたの。脚力に突っ込めば。そう。え、自分が？そう。ただ、多分ね、その、限りがあるから、薪とかにも。
薪できれば上から持ってきてくんねえかな。そうだね、地下の薪はあんま使わない方がいいと思う。ちょっと薪でいこう。あー、俺マッチ持ってないんだ、忘れてた。マッチ俺持ってんだよ。マッチ持ってるよ。マッチって2個しかないのかな今。あ、いた。そうだね、捕まえ、え、捕まえた。身代わり人形だ。ん、あのね、多分一回ドロップしなきゃいけないと思う。いや、いや、そんなことないよ。2体、2体いるんだよ、ここに。わー、そういうことか。いや、そいつら結構重なることあるから。これ、ゲットしたやつ。誰かここ来れるよ、ここ。いや、もう分かる。ここってどこ？そうそうそう。あ、ゲットした。誰かそこにいない？ん？だ、そ、あ、俺、なにこれ誰？これアルマ？もういいわ。諦めた。いや、これ無理だよ。お互いの位置も把握できんよ、全く。屋根裏部屋はね。わー、しまったー、いたー。さあ、まずいぞ。ちょっと待って、俺に、誰か俺に焼却炉の場所を教えてくれ。下の階段降りたら。何、お前ゴリラ見たやつ、もしかして。そうそうそう。あ、さっきいたろ。あ、身代わり人形だ。あ、こっちだ。どっちどっち。そっち。ここ。もう階段の横。階段の横、オッケーオッケーオッケー、ないじゃん。これ階段じゃねえ。これ誰、これ誰が喋ってて後ろにいるぞ。火つけてくれ。ああ、人形だ。でもマッチない。よっしゃ、ゲットー。じゃあ誰が来る。もう一匹人形いる。走ってる走ってる。くそー。一回下来てくんね、どの道一個ずつやんないと。そうだね。あとマッチ持ってるやつが来てくんないと。ああ、俺だ。オッケー。ああ、でも先に人間に戻した方がいいかな。あ、やばい、覚醒。ああ、覚醒した。覚醒した。来たよー。身代わり人形がないなぁ、もう。え、これどうすればいいの。とりあえず燃やしてくれ。はい、オッケー。あ、燃やしちゃった。まあいいや。いや、これね、そうだ、勝手に燃やさず。ああ、大丈夫。薪はないよね。薪は俺持ってる。これは浮いたーい。ああ、賞金戻った。あー、でもキックがやられた。やられた。これまずいね。焼却炉でやられた。で、俺マッチ持ってんだよね。まあマッチとか。あ、マッチは拾う。あと鍵系も全部持ってるじゃん。鍵系全部落とした、ここに。あ、消えた鍵。あ、でも鍵も別にいいのか。あ、マッチは。でもまだ燃えてるからキック戻れるよ、早く。ほんとだ。あ、よし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 、オッケーオッケー。やったー。よいよいよいよ。なるほど、こういうことか。燃えてる間なら。お、見つけた人形。オッケー、いいぞいいぞいいぞ。どんどん燃やせ、どんどん燃やせ。おら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 。どこい、やばいやばい、こいつ、やばい、こいつの目の前で、ゴー、逃げろ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 。燃やした燃やした。ドゥ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 、やばい、地下に来るぞ。あれ、燃やすとこどこだ。オイラは使用中だ。あれは燃やすとこね、ほんとね。あ、やっぱ早っ。階段の下、階段の横なんだよね。よう、やられた。うわぁ、早いわ。はい、さらに燃やした。いいぞ、あいつ燃やしとってる。あと3体。頑張ろう。どこだどこだ。めっちゃあるわ。言っとくけど俺もわからん。でもね、多分ここら辺だった。階段の近くですね。そう、階段近くって言いようがない。あ、あいつやられてる。あ、離れ、あ、受ける。やべえ、やばいやばい、人間に戻らないと。早く人間に戻りたい。階段、おお、スーパー速度で走る。速っ。あ、俺捕まって人形渡した。あ、いい、よかったよかった。いや、とりあえず正常に戻しといた。超速いわ、もう無理よ。逃げる、逃げ切るのも無理。いや、やばい、どんどん速くなんじゃない。最後多分もうやばいよ。何もハイスピードすぎるもん。コナミ、あ、下に降りてきた。あいつ地下室にいるぞ。今把握しといて。今地下室にいるんだったら、あの2階ずっと見てるから。ああ、いたいた。あ、上登ってった。あ、マジで。待て、よっしゃ、よ、一個発見。うわ、まずい。早っ。いや、結構赤い。一回地下室に戻ろう。わかった。うわ、やばい。おーしおーし、オッケーオッケー、今のうち今のうち今のうち。よしよしよし、人形もあるし。今身代わり出した。オッケーオッケーオッケー、ナイスナイス。地下に行けねえだ。燃やしてくれー。キックどこ行った？ね、今下に下がろうとしてるけど、わけがない。キック、こっちこっち、さっきのあのキッチンのとこ持ってきて。あ、でもいいや、こっから下がれる。あ、オッケーオッケー。よし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 。あ、来た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 。再再生来たよ。再生。はいはい、入れ入れ入れ、正常になれ。マッチマッチ。はい。あ、これ正常人形じゃねえのこれ。あ、やっと正常石。戻った。あー、しまったー、食らった。誰だ、あ、今近くれば燃えてるから。オッケー。ダメだ、待ってたら。やべ。あ、待ってない方がいい。うん。ちょっと上行ってきまーす。うん。やば。多分俺。
出会いそう。これライト消したら、うわー食らった。俺ダメだ。結構あの案内してくれ、2人で行こう。俺も巻き持ってるから。人形ゲットした。あれ、キックどこ行った？キックどこ行った？どうした？あ、俺今行けるよ。ここ。あ、行った。いや、オッケーオッケー。よし。下。オッケーオッケー。人形燃やしちゃうよ。はーい。あ、巻きまだ力あるな。今燃えてる。おい。やべー！まずいまずいまずい、ゲームはなる。今ね、まだ燃えてるから速攻入れば。オッケー、早く。ね、わかんねえ。早くやっ、ね、早くして人形に。今向かってます。はい。あの、戻った。よし、ナイスナイス。地下に巻き合った。え、消えた？やべ。あ、やられた。え？やられた。まずい。あれ、大人誰あと。俺。アロマだけ。わかんねえ。早く来てくれ、頼む。今ね。あった、ここだ。今開けたら、あいつ。ああ。よし。巻き。早く。よっしゃ、戻った。オッケー。今全員正常？正常。まだ一人残ってない。一人やられてる。クリックだぞ、クリック。よし。待って、今どうせなら、ぶつかっちまえね。確かに。それ言うてる。誰か近くにいるやつ、当たっちまえ。多分あと2つだぞ。当たった。よし。ナイス。じゃあ俺探してくる。巻き持ってるやついる？誰か。俺持ってる。あと地下にね、3つぐらいある。巻きくべとくわ、あとで。いや、くべるな。あ、くべない方がいいのこれ。そうだよ。燃えるまで。多分人形はあと、使うしかあるまい。よし。あ、いた！巻き！あと巻きがあれば。いや、今燃やしてる。ほんと。下下がりたい。どこだ、下下がんの。もう、燃やせ、1個燃やせ。はい、燃やせ。よし！うわぁ、捕まったー。どこで捕まった？あと1個。どこで捕まった？上？1階。うん、白黒のとこ。俺ちょっと巻き探してるわ。あ、地下に巻きあるから。そう。地下の巻き探してます。どこだ？どうしよう。あ、ここ人形、身代わり人。あれ？ここっす。あ、これ広い、そいつ広い。よし、行け。あー。ラス1。頑張れ。今、ほぼ常時なってるかも、やつ。なるほど。そう、近い。あ、そこ行くな。戻れ。うわ、常時なってる、やっぱり。常時なってる。ちょっと、サイドの人形持ってるやつ。そんなこと言われたって。地下に頑張れ。ちなみに、あの人形になったやつ。いや、今行く、地下。はーい。あ、今、地下行ける。おーし、いいぞ。もう行ける。あ、巻き、燃やすぞ。え、もう、来るから。よし、やれ。よし。閉めろ。正常に戻った。どうだ？からがほんま。そうだね。で、メインの鍵多分手に入るから。確かにそうだ。で、上抜けるんじゃねえかな。もう来た。あ、お、玄関ドア開いてる。こっちだ。上登ってすぐだ。オッケー。こっちだ。あれ、こっち。やったー、玄関出たー。あれ。え？おい。おい。あれこっちじゃなかった？違うわ。ここ玄関。だからメインの鍵の場所違うよ。帰ってきましたー。あれ？ここでねえの。おい、仕事しましたけど。少女を見つけて車に連れてきてください。最後ラスボス少女多分ね、うん、あの自力で倒さなきゃいけない。え、ティミーが現れるの？うわー、ティミー来ちゃった。いいね。あ、いた。おー、いた。倒れてる。死んでる。よし、持ってけ。あ、いいっすか、じゃあ。いいよ。その時持ってけ。すげー格好だぞ、これ。ね。よいしょっと。お、どんな風に持ち上げてるの？わからん。みんなどこにいる？俺が、あれだ、一人いた。踊り場。はい、踊り場。すげえ、ブルンブルンしてる。いるぞ。このまままっすぐじゃね？まっすぐ。あった、車だー！イエーイ！よし、来たねー！化け物確保。急にできちゃうな。みんなよかった、ここから出よう。これで終わり？あ、おぉ！私が。やべえ、捕らえられてる。やべえ、人体実験ならぬ幽霊実験してる。字が小さすぎる。あ
やべえ。やべえ。あ、こいつ鉄格子は抜けれないんだ。どうやらそんなようで。あ、ゴーストハンターみたいな感じなのね。彼女は出られない。おお。はあ。終わったー。クリアー。はいはいはい。これはマジでマップ把握重要やね。重要だね。マップさえ書いてれば絶対もうちょっと簡単にクリアできた。これ一人だときつくない？いや、一人だとめっちゃきついね。きつそう。人形集めがやばい。というわけでクリアしました。イエーイ。あとね、重要なのはね、ビビんない心。見てください、今回もう我々ホラーやってるという感覚すらない。ノービビです。パンツ覗いてたわ。ひどいと思うよ、実際。パンツ履いてないでもクリアするならやっぱそういう冷静な方がいいわけです。確かに、うん、冷静そのまま。ホラーを楽しむのよし、冷静にクリアするのもよしですから、皆さんもぜひプレイしてみてください。はい。皆様、MSS プロジェクトの動画をご覧いただき誠にありがとうございます。MSS プロジェクトはですね、ニコニコ動画、そして YouTube にチャンネルを持っていますので、ぜひご登録の方をお願いいたします。登録ボタンの方はですね、多分上の方とか、にありまして、下のですね、概要欄にもですね、登録ボタンが、URL があると思いますので、ぜひご登録の方をお願いいたします。